何かあるかな。チェック、あったあった、見つけた、チェック。あったあった、これ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 。さあ行くわよ。ゾンビを倒すときドキドキするわね。変な感じに聞く。師匠。おお、ジュリエット、しばし待っておれ。へい、らっしゃい。ジュリエット、お主頭一つ抜きんでた感じじゃの。うちの森川師匠は最高の腕前を持つベテランのゾンビハンターなの。うん、その通り。ゾンビ学を研究すること40年じゃ。よく聞け、この学校は今未曾有の危機にさらされており、宇宙規模でとんでもないことになっているようじゃ。マジですか師匠。宇宙規模って、つまりこういうことじゃ。この大宇宙は天界と不界、そして我々のこの世界で構成され、それらは本来次元の壁で区分けされておる。ところが何者かが暗黒魔術と爆薬で不界とこの世界との壁を破壊してしまい、不界の淀んだ正気がこちらに流れ込んでいるようなのじゃ。この知らぬ旧友たちはその正気を吸って不死の存在へと身を落としてしまったのじゃ。この事態を招いた張本人はこの世界と不快とを永久につなげてしまおうとしているのかもしれん。比類なき惨劇となるじゃろうな。あいにくゾンビに身を落としたものを元に戻す方法はない。我々にできるのはゾンビどもを一掃し犯人を止めることだけじゃ。それが使命じゃ。犯人は下のカフェテリアか中庭のどちらかにいるはず。カフェテリアを片付けてくれ。わしは中庭へ行く。うまくやるんじゃぞ。派手にぶちかませよ。了解です師匠。ですです、マイク。ニックトス。です、今日は楽しいパーティーだぞ、やろうとも。お誕生日おめでとう。おしまいパーティーのおじさんよ。ついパーティーだね。爆発間違いなしの最悪のケーキね。火で遊んじゃダメだよ。燃えてるゾンビをダイナマイトに行かせないで。いや、黒幕は私の誕生日を知ってる人ね。知り合いの誰かってこと。イエーイ。超ミラクル。抱きついてきて爆発とか、人の誕生日に空気読まなさすぎ。オーケー。よし。爆弾ケーキと燃えてるゾンビ、やばいよ。お誕生日おめでとう。燃えてるゾンビをダイナマイトに行かせないで。行っちゃいな。
おいおいおい、本気でやばいよ。おいおいおい、本気でやばいよ。急いで扉から逃げるんだ、ジュリエット。ジェノサイドってやつだね、ベイビー。ちょっと、私あの人知ってる。同じ学校の人よ。あやつじゃ。この世界と不快をつなげようとしている。なんとしても止めなければ。たまらないよ。世界がこうして燃えていくアリスは最高に笑えるよ。この世界、この国、この社会のせいで地獄みたいな。ようこそだ、クソったれハンターめ。イエー、ちょっと脳みそ飛び出るほどロックしてやる。文字通りな。でっかい文字が飛んでくるなんて反則だろ。あの勘違いトサカ野郎のせいで学校がむちゃくちゃよ。ジャンル的には嫌いじゃないけどな。パンクってダメ。今はそれどころじゃないわ、ニック。あいつを倒さないと。クソ様、お前の死に様を見るのが待ち遠しいぜ。うわ、やばい。てめえの腹渡をギターの弦に使ってやる。この声、本気でイラついてきた。スポットライトは好きか、目つぶため。どうだい、刺激的にお願いね。ニックトス、ゴー。準備はいい。学校周辺の車でここを作ったのか。本当にもういい車が台無しよ。あいつ
理由もなく物壊すなっての。頭パンクしちゃうぜ。どきなさいよ。ビリビリにしびれさせてやるぜ、ハンターの姉ちゃん。戦ってる姿もなかなか素敵だよ。あのモヒカン、今朝立てるのに3時間。